皆さんこんにちは、だいちゃんがんばチャンネルです。今日はいろいろな朝を紹介します。はい、お願いします。はい、ね、3種類買ってきましたね。これとこれが、ラブライブ、ドラゴンボールですね。オーストのビッグサイズラルキルウェポン1、これはニコちゃん、うん、ニコちゃんと花よちゃん、リンちゃん、小鳥ちゃん、ほのかちゃん。じゃあラインナップは5個、5種類ですね。はい、はい、じゃあ何が当たるかいきましょう。まず1つ目、いきます。じゃん、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん来ましたね。ほのかちゃんです。小鳥ちゃんとほのかちゃん、これはキーホルダーかな。リュックとかにつけられる。そうですね。はい、それゆうちゃんつけたら、うん、まっすぐ。そしてもう1つ、ほのかちゃん、ほのかちゃん、はい、小鳥ちゃん、ほのかちゃん見せて。こんな感じですね。はい、これ表情がいいんだよね、このスイングは。はい、結構似てるじゃないですか。はい、でね、笑ってるところがいい、うん、で、裏側がこんな感じです。なんか書いてる。はい、じゃあラインナップです。はい、これはなりきりの、01ですね。はい、はい、お願いします。ガンガンセイバーブレイモード、うん、二刀流モード A と二刀流モード B、 なぎなたモード。はい、はい、この4種類かな。4種類みたいですね。はい、全4種類。それで銀色が出たのでちょっと開けてみましょう。銀色。はい、こんな感じで、あ、大きいね。うわー、もしかしてこれは大きいぞ。なんだこれ、なんだこれって。銀色1個しか、1種類しかないから、これです。ガンガンセイバーブレイモード。はい、映らないじゃん、長すぎて。はい、こんな感じです。そしたらこれをパパ膨らましてる間にこっち行きましょう。まずこれは、UDM のベスト15って書いてありますね。はい、でラインナップお願いします。孫悟空スーパーサイジン4、ベジータスーパーサイジン4、うん、ゴジータ、うん、ゴジータ、そしてゴデンクス、ゴジータのスーパーサイヤ人とゴジータ通常とフリーザ。フリーザはこれは天使に結ばれてる時の、うん、この なんだ、復活の F バージョンだね。ドーン、ちょっと忘れ、フリーザが出ました。天使の結ばれてる時。はい、開けてみましょう。開いた。はい、紹介してください。じゃあ、フリーザです。はい、こんな感じ。これもキーホルダーです。だからリュックとかにつけられる。はい、こんな感じです。はい、このフリーザは、最初の復活の F の最初のミノムシフリーザじゃなくて終わりの、そうですね、最初はね、メカフリーザなんでね、うん、で、悟空に最後倒されてまた天国行きになった時のフリーザです。長いか。はい、ね、これぐらい長い。子供が2人、はい、これぐらいのサイズです。ポンポン。はい、1個しか買ってきてないからね。はい、しか、はい、1個で欲しいのがまた出ちゃう。出ましたね、ゴッソのビッグサイズなりきり01との、ラブライブのマスコット、マスコットだね。マスコット、はい、ほのかちゃんと小鳥ちゃん、そして、ドラゴンボールの UDM、ベスト15を紹介しました。はい、ではこれで終わりにしましょう。これでした。